り返しお知らせします。小笠原村における新型コロナウイルス感染拡大防止策について本日東京都および小笠原村小笠原海運などの連携により新型コロナウイルス感染拡大防止策として8月11日東京発便から小笠原丸乗船者への PCR 検査を施行することを発表いたしました。これにより船内で陽性反応者を早期に隔離し船内および島内の感染拡大防止策を取ることができるようになり村民並びに来島者の皆様の安心安全の確保経済活動の維持に大きく貢献するものと思っております。皆様には竹芝ご乗船の際にお手数をおかけすることになりますがご理解とご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症については収束が見えない状況が続きますが村としても関係機関と連携しながらできうる限りの対策を行ってまいりますので引き続き感染防止対策にご協力をお願い申し上げます。なお PCR 検査の詳細については小笠原村ホームページまたは掲示板をご覧ください。